イエーイ、俺はチガだぜ、イエーイ。一人暮らしをしてですね、まあ1年が経つわけですよ。まあね、部屋の話もしてないしね、ちょっとね、一回ね、チラさんにどういう生活してるの、前回あげたの裸の動画だからね。まあ変わらずのテレビの周りというか、ね、スイッチと Wii U。今でも Wii U 使ってんだもんな。物は違えの、Wii U 使ってんだもんな。すごいよな。カムイちゃんぬいぐるみ、大阪で買いました、昔。かなり昔にね、大阪で買ったんだよね。一目惚れして買いました。はい、お気に入りです。よく写真に写ってんだよね。これは、やばないちょっとこれはちょっと見過ごせないっすね。ちょっとこれはやばいっすね。どうしても服とかさ、いや、これでも片付けたべや。いや、まあ、意識はしてるからね。ダメだこいつ。ほらー。汚いのがバレる。ねえ。なんすかこれちょっと。これちょっとダメっすよと。友人に言ったら絶対指さされる、この場面。ここにカードあるしな。どっちかにまとめてほしいよね。こういうところがね、できない理由ですよね。ん？なんだこれ？ちょっとすみません、ちょっとお兄さん、ちょっとこれダンボール2つ、何これ、あと何これ、何これフライパンって1枚に買ってさフライパンが1枚になるんですけど、ちょっとしかもニトリって書いてちょっと待ってこれはちょっとさ、開けっぱなしで置いとくのみたいな、これ開けっぱなしで置いとくの？いや、ちょっとさ、今日この動画の時にもう組み立てちゃうか、これな。このまま家置いとくわけにもいかんでしょ。出すよ、みんな出すよ。いいね、出すよ。俺は出すよ。何ダンボールを採取してほしいな、今これ。ダンボールでけえな。1年経ってようやく買ったのかい、こういうの。ここにね、服とか入れりゃいいやんと。どうこれ、俺絶対ここに入って言えずにね、洗濯物ポイって置いとると思うわ。先が読めるんだよ、ガチの組み立て系統だね。向こうのなんかさ、服のラックとか作ったことあるんだけど、それと同じ感じだね。大変そうだな。待たせたな。できました。できたよ。よいしょ、ほらできた。これをね、キッチンのところに置きます。いよいよね、本題です。やっぱみんな期待してるでしょ。これ剥がしていくわ。このまま料理したら多分、まあ火事が起こるから、フライパンを使って何かちょっと、まずね、練習がてら本当にやってしまうと本当に大変なんで、本当に大変なんで2回言うと。バカみたいに聞こえてきた。このね、フライパンを使って簡単なものを焼いてみようと思います。まず何から焼こう。尻から焼こうかな。この火、これさ、初めてつけるんだよ。どれだ、これか。いきます、点火。おお、初めて火つけたね。今まで1年間つけてなかったからね。じゃあ何か焼くもの探してみるね。まあ買ってきたんだけどね。はい、粗挽きグルメイドステーキ、これは焼くだけでいいですからね。はい、焼くだけでいいんで、まあ気は楽ですよ。はい、油を引かずにフライパンで軽く焦げ目がつく程度に焼いてください。というわけでね、これを焼いてみよう。フライパンってなんかさ、ひっくり返しみたいなのあるよね。ひっくり返しがこの家にあると思うか。ないな。フォーク使います、だから。論外やろ。いくぞ。怖っ。
聞こえる？このあのね、ジューって音が聞こえんの。ほらほら聞こえる、これやっぱフライパンの料理のこのジューって音よね。調理実習以来だよ。熱っ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 、この辺り熱っ、やばいな、この辺りのなんか紙類ボケとかんとやばいぞ。このジューって音がたまんないんですよ。ちょっと待ってね、このジューって音がね、やっぱ料理といえばこのジューって音ですよ。いいね、あ、いい匂いしてきたし、なんかまあ物が今回役立てだしな、苦労しないと思うけど。ちょっと待って待って、火強くねえか。おお、すごい、これ焼き加減が似てる。いやーすごいな、結構火強いな、見てね。おお、いいね。よくない、ちょっと待って待って、本当に良くない、ほら。いやーいいね、これ焼くだけでいいってのが楽だね。じゃあこれをシュッシュッと、せっかくなんでね、こちらキャローナ油買ってきたんですよ。冷凍食品も焼いて食べれるようになるんですよね、言っちゃえば。というわけでね、必要不可欠なキャノン油を買ってきました。油をちょっと敷いてね、焼くことになる。今回、さっきのソーセージステーキは油いらなかったけど、油をちょっと敷きます。どんぐらいだ？油大さじ。男はね、わかんない。ラララララ。ラララララ。大丈夫かな。今なんかどうした、今なんだそれ今で。でハッシュポテトを焼きます。ハッシュポテトはねやっぱ好きだからね、ちょっとハッシュポテト焼いてみよう。じゃあ再び火を入れます。怖いな、油ちょっとなじませとくか。フライパンにこうして油全面に敷いといて、で火入れる。怖いな、いきます。スリットワンゴで、弱火ぐらいにして、油敷いたからさ、いつ火が出てくるか分かんねえな。で、冷凍食品なんで、今度はちょっと長くなるね。熱っ、フライパン熱いまんまや。つかフォークでやるもんじゃねえだろこれ。今こんな感じ。で、冷凍食品なんでちょっと長めに、2分3分片面ずつ焼きます。ひっくり返せねえな、フライパン返しがねえ。あ、いいね、ちょ待って待って、本当に見て、やばいやばいやばい、おしばらくはフライパン返しがないってことなんだよな。今買ってこないとね。これフォークでやるのすごい大変だわ。というわけで、まあ朝ごはんだなこれじゃ。ハッシュポテトとね、なんかステーキみたいなやつ、ハムのステーキ、うん、焼きました。やった、食べよう。早速キもやしのナムルとか無限もやしとか無限キャベツとかをね、じゅんぐり回してるんですけどね、ちょっと無限もやしの方も入れときます。じゃあハムのステーキ、じゃあハムのステーキから。これよ、やっぱハムのステーキって朝に食べると美味しいなと思ったんだよね。いやー美味しいわ、普通に美味しい。冷凍で食べられなかったものが焼いたら食べれるものがあるから、単純にバリエーション増えたね。油敷いて焼いたハッシュポテトもいただきます。あった、電子レンジでさあ、小さいハッシュポテトは何個か食べとったけどさ、やっぱ違うわ。
ただ油入れすぎやなこれ。まあたまにはこういう実写動画もねいいんじゃないかなと思っておりました。編集するか編集してアップするかとかは、まあ、別の話、また別の話です。